心は常に揺れ動いています。私たちは一つの感情を永遠に感じ続けることはできません。嬉しくなったり、悲しくなったり、ワクワクしたり、不安になったりと、心は常に変化し続けます。湧き上がった感情は、時間の経過とともに、だんだんと静まっていきます。嬉しいと感じた後、その感情はだんだんと静まっていきます。嬉しいという感覚は、だんだんと薄まっていき、いずれは嬉しくなくなります。嬉しいという感情が消えると、あったものがなくなったという不足感を感じるようになります。嬉しいという満たされた状態から、嬉しさがなくなったという満たされていない状態に変わります。あって欲しいものがあって嬉しいというプラスの感情から、あって欲しいものがなくなって寂しいというマイナスの感情に変わります。嬉しさが強ければ強いほど、それがなくなった時の寂しさは強くなります。これが幸せを感じると、その気持ちが落ち着いた後に深く落ち込むというやつです。私たちは実際に嬉しいことがなくても、嬉しいことを想像しただけで嬉しくなることができます。そして実際に嬉しいことを経験しなくても、嬉しいことを想像して嬉しくなった後は、その感情が静まっていき、気分が落ち込みます。あの人と会えたら嬉しいだろうな、となった後、その感情はだんだんと静まっていき、あれだけ嬉しかったことがなくなった、と寂しくなります。気分の高まりが永遠に続くことはありません。高揚感はだんだんと静まっていき、いずれは、あったものがなくなったという消失感を感じるようになります。しかし、そのような何かが失われたという寂しさが永遠に続くことはありません。あったものがなくなったという満たされていない感はだんだんと静まっていき、また新たな感情が生まれてきます。嬉しいとか、楽しいといった気分の高まりが静まり、しばらくの間気分が落ち込むのは自然なことです。高揚感が消えた後の消失感や不足感は永遠に続くことはないので、恐れる必要はありません。私も楽しいことがあった後は必ず気分が落ち込みます。子供の時私は遊びに来ていたおばあちゃんが帰ってしまうと寂しくてひどく落ち込んでいました。旅行の帰りはいつも寂しくて胸が苦しくなっていました。アメリカに住んでいた時は、日本に一時帰国してからアメリカに戻ると必ず3ヶ月ぐらいは寂しくて泣きそうになっていました。今でも友達と会った後の帰り道はとても寂しくなります。私は幸せの後に来る寂しさを楽しむようにしています。お、また寂しくなってきたぜ。また胸が苦しくなってきたぜ。この切ない感じも悪くないな。これが人生っていうものだ。と消失感を受け止めるようにしています。なぜなら、私たちはどれだけ努力をしても、寂しさを感じない人間になることはできないからです。高揚感の後に来る寂しさは、避けることができないので、せっかくだったらその不快感も楽しんだ方がいいなと考えています。ということで、幸せを感じた後に気分が落ち込むのはおかしいことではありません。なので、そんな自分をダメだと責めないように気をつけてほしいと思います。気分が落ち込むのが嫌だから幸せを感じたくない、寂しさを感じたくないからワクワクすることを考えたくないとならないように気をつけてほしいと思います。気分が落ち込んだ後には必ず楽しいことがやってくるから大丈夫。寂しくなってもまた嬉しくなれるから大丈夫。気分の落ち込みが永遠に続くことはないから大丈夫と思っていきましょう。